第一戦車団長期、第一戦車団の記念碑第一戦車団は、北海道恵庭市の機体には駐屯地に駐屯していた、北部方面大霊下の気候下部隊で1981年3月25日に廃止された。戦車団機は傍傷に桜星一つの勝負が団長の部隊であり、機体には駐屯地指令を兼ねていた。部隊マークは、制定されていなかった。砲塔側面には、 日の丸のみで、車体ナンバーの色で各軍の色が定められていた。当時の北部方面隊における、戦車部隊は、第一戦車軍の他に、各師団に四個戦車中隊を保有する、戦車大隊のみであった。当時冷戦時代に向かっていた状況の中、対ソ連への戦車部隊の管理一元化と、大規模な戦車戦へ備える観点から、従来の戦車軍を改変し、増強。 当時、第2次大管内の普通科部隊を装甲車で輸送する任務を付与されていた第100に装甲輸送隊を戦闘時に配属される普通科部隊の輸送目的に霊下に組み込み、全国唯一の戦車団として進編したのが第1戦車団である。弾独時に戦車部隊を運用し、大規模な戦車戦闘が行える反面、戦車戦を行うのに重要な普通科部隊が、 方面直轄に存在しなかった点、近隣の第7師団から第23普通科連隊などの機械化連隊の支援を受けて、戦車団検閲などの訓練を行ってきた環境、整備や管理等を行う観点から戦車団のあり方に対して陸爆内部で意見が交わされた結果、当時機械化師団であった第7師団を機構師団として改変する観点から第1戦車団を廃止。 7年でその幕を下ろすことになる。廃止後は、第1戦車軍のみが、戦略予備部隊として、方面相関直轄部隊として、残留、第2戦車軍と、第3戦車軍を第7師団霊下で第72戦車連隊、第73戦車連隊として改編。第102装甲輸送隊は、第3普通化連隊の装甲車化改編のため廃止となる。 第1特車軍第1戦車軍第1戦車団第1戦車軍令下の戦車大隊を軍本部、本部管理中隊5個戦車中隊からなる戦車軍に改編第102装甲輸送隊を変更61式戦車装備第1戦車軍は方面直轄部隊となる第2戦車軍は第72戦車連隊に第3戦車軍は 第73戦車連隊にそれぞれ改編。第102装甲輸送隊は廃止。ありがとうございます。